こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は7手です。考えてみてくださいと。まあ、攻め駒は強力ですね。馬、飛車、金、金と。まあ、ただしこの竜も守り強力なんですけど、まあ、馬がスーッとここまで引いていて、で、まあ、玉の逃げ道はちゃんと玉の味方が防いでくれてるんで、まあ、ここに逃げられちゃいかんというのが、まあ、一つのポイントですよね。まあ、ですから単純にこう、飛車で成って王手すると、まあ、これはもう合駒する一手で。で、まあ、よくある筋で、こんなのもありますけど、これはまあもう相変わらずまた合駒されて、で、まあ、金が打てれば、馬効いてるんでいいんですけど、これ、竜が効いてるんで、ダメですね。同、竜、同、馬、同、玉。まあ、竜と飛車が手に入りますけど、ちょっとその2枚じゃつまないですよね。なんで、単純に、11飛車成りはダメと。となると、あと何でしょう。これはもう、この金は見えるかなと。これ取れば詰む、簡単に詰むんですよね。取れば。まあ、腹に金打って、上行く一手で。で、さっきと11飛車成の違いは、ここに合駒引かないんで、これでもう詰んでますよね。合引かずなんで。逃げられない。なんで、この、12金は取れないとなると、こう上行くしかないと。これでもうだいぶ、強力な駒が配置できたんで。じゃあ続きはと。相変わらず、まあ金は竜が効いて打てないし、ここに行かれたらもう一貫のおしまいと。なると、2号へ行くのを防ぐ手段は一つしかないですね。飛車成りと。これ、1号金が竜がいたから打てなかったんで、竜がいなくなれば打って済んじゃうんで。なんでこれは竜で取るのは不正解で、同玉と。で、まあ、残り金と香ですけど、もうあとは竜は相手にしませんよと。まあ、相変わらず上行かれたらおしまいなんで、まあ、ここは馬効いてるから大丈夫なんで、1三金打つと。で、逃げ場は1箇所しかなくて、取った香でぴったり積み上がりということになりますと。ということで、詰め手順をおさらいすると、初手が1二金、取るのは早く積むんで不正解ですと。1四玉。2三飛車成り、同竜も早く積むで不正解で、同玉。1三金打つ、3二玉、3三香、の7手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。